市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は住宅用火災警報器について伺います。スタジオには消防局予防課の栗山貴明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。栗山さん、早速なんですが、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから2年経ちましたが、どのくらい普及していますか？はい、藤沢市内で2013年5月末現在の設置率は 81.5% です。はい、ということは2割近くのお宅で未設置ということなんですね。では設置の重要性について今一度説明してください。はい、火災からの逃げ遅れを防ぐためには警報器の設置が欠かせません。本人だけでなく周囲の人が警報に気づいて早期に消火や通報ができますので、必ず設置してください。はい、実際に設置していたことで火事が大きくならずに済んだなどといった事例があったら教えてください。はい、寝ている時に起きた火災や鍋を火にかけたまま外出してしまったり、タバコの火の不始末などにより警報器が鳴ったことで本人や隣人が気づき、早期の消火や119番通報をしたため大事に至らなかったことがあります。設置していなければ大惨事になっていたかもしれませんよね。では警報器はどこで購入したらいいんでしょうか？はい、電気店、ガス器具店、消防設備 業者、ホームセンターなどで購入できます。購入時には国が定めた規格の適合していることを示すこのような NS マークのついているものをお勧めします。あ、 NS マークですね。はい、最近では火災が起きた部屋以外の警報器が同時に鳴るものや音と同時に光が出るものも売っていますので、ご自宅に合ったものを選んでいただければと思います。はい、より火災に気づきやすくなるような工夫がされた商品が出ているんですね。買ってきた警報器は家のどこにつけたらいいか決まりはありますか？はい、藤沢市では寝室への設置が義務となっています。寝室の天井や壁に設置してください。寝室が2階にある場合、階段の上部にも取り付けてください。取り付け業者にご相談されるか、ご自分で取り付ける場合には取扱説明書を確認してください。はい、寝室と階段ですね。はい、また義務ではありませんが台所にも設置をお勧めします。台所は必要ですよね。設置の義務化から2年経ちましたが、そろそろ点検した方がいいんでしょうか？そうですね、日頃から定期的に点検をお願いします。点検方法ですが、はい、本体がホコリや油等で汚れていたら布などできれいにしてください。機能の点検は本体のボタンを押して行います。紐がついている場合は紐を引いても点検ができます。大丈夫です。あ、音が出ましたね。はい、ボタンを押しても音やランプの反応がない場合は故障や電池切れの可能性がありますので、取扱説明書をご確認ください。はい、電池交換が必要なんですね。はい、電池の寿命はおよそ5年から10年です。交換時期になるとランプがついたり音が鳴ったりして知らせてくれます。なるほど。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、まだ警報器を設置されていないお宅は早めの設置をお願いします。すでに設置されているお宅は万が一に備えて日頃の点検をお願いします。ご不明な点、ご質問がございましたら消防局予防課までお問い合わせください。はい、わかりました。栗山さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。大切な命や財産を守ってくれる火災警報器。いざという時のために設置や点検をお願いします。